皆さん久しぶりです。アリーナウクライナチャンネルのアリーナです。皆さんお元気ですか？今日は久しぶりのウクライナの今の女性に関して、今のキーウに関してお話ししたいと思います。はい、皆さん動画を見る前に、いつも動画を見てくれてパトリオンしてくれて、 YouTube スポンサーや平和を願って優しいコメントしてくれて、心よりいつもありがとうございます。今日はちょっとキーウを散歩しながら、中央に散歩しながら、いろいろなで話したいと思います。じゃあ早速散歩にしましょう。はい、見てる通りです。それはマリウポリヒーローと書かれております。こちらの印はアゾフスタリの印です。なんかすごく大事なモニュメントですね。で、大体、今日のキーウはミサイルのみで攻撃されております。砲撃のリスクは今はあまり感じていません。そのためより多くの人々は毎日キーウに戻り続けています。はい、ポーランドやウクライナの西から万人電車はキーウに向かっています。はい、見てる通りです。人がそんなに毎度同じく多くではなくても、まあ大体人もいるんですね。車も大体あります。今日はただ今のキーウのセンターの周りに散歩しようかと思います。あと人が戻れば戻るほど、スーパーマーケットとかいろいろな薬や多くの企業が開業しようとしています。衣服やそのも開いています。ブランドアウトレット、国際的な企業が例えばマクドナルドは閉じられていますが、小さな店がゆっくりと引かれています。コフショップとか銀行や元の事前のつながりはちょっとある感じ。あ、それはスイーツ、はい、店。あ、ドルは本当に上がりました。軍のチェックポイントはどこにでもありますか？私はそのチェックポイントを降格することを強化されているかどうか分かりません。あんまりミスないようにします。まあ1ヶ月前と本当に人が多くなりました。街にいる人の数に応じて車と人がいますが、今年の1月と比べてまだ少ないと思います。戦争の前に気温は300万だったそうですが、今なら大勢の人がすでに帰ってからもう200万人ぐらいかなと思います。車、それはセンターなので車は全然ないという気分と思います。前と比べながらね。どうしてそんなに車がない？もう一つの理由は燃料不足です。給油の待ち行列は5、6時間かかります。私も緊急時だけ車を運転しますが、もう20リットルしか残っていませんので、皆さんと一緒に燃料探しのビデオをしようかと思います。どう思いますか？ぜひコメントしてください。他にもなんか情勢に関して知りたい場合があれば、ぜひコメントしてください。なぜキーウがだんだん行き始めるのは、どうして私はそう言いましたのは、だっていろいろなショップが開いているだけではないです。最近高速度カメラが使い始められました。
運転するときに何か間違ったことをしたら、それにスピードを違反に対して罰金を払うことを前と同じようになりました。あ、今日の天気がすごくいい。太陽が見るのは難しい。それは地下室のショッピングセンター。大体何でも開いていますね。ああ、それ覚えがあります。今もなんかちょっとラーメンの奥食べることは可能やった。今まで閉じられたのでちょっと心配しました。大丈夫そうです。はい、まあ、本当にちょっと前の人生でちょっとありますね、雰囲気は。じゃあ出口は口を探しましょう。まあ空っぽいもののところもありますね。あ、それは食べ物、レストランとカフェショップが多かったので、でも今は人がいないですね。あ、何もないところもあります。なんかリントは厳しいので閉じられる企業もありますね。あ、じゃあじゃあじゃーん、でこっちね。じゃーん、向こう側に来ました。そこでベサラプスキーリノクというものはダークレストランショップとスーパーマーケットと、いろいろな料理を買えるところです。もっと有名なところでした。今はどうかな、心配しています。まあスーパーマーケットはとにかく開いているので大丈夫です。あ、すごいすごい、ここに来るのは久しぶりです。あ、リストランだったそうです。あ、もう閉じられたようですね。じゃあ散歩しましょう。公共交通機関は、はい、今交通費は以前無料でしたが、まあ接続が始まった時無料でしたが、今はもう切符を買うことは必要です。そして幼稚園もオフラインで開きました。子どもたちを幼稚園に連れて行くことは可能です。学校と大学は半分ぐらい飽きていますが、オンラインのも大丈夫そうです。特にハルキフのところとかオデーサのところは、カルトパン、ベルギンポテイト、本当に美味しそうですね。いや、なんかマクドナルドよりカルトパンのポテイトが好きです実は。
外国人も聞こえました。誰でもここから逃げると思いました。あ、不審そい。シスウィーというのは3階のフローがあります。123、そこでウクライナだけのブランドがある衣服を売ります。愛国的な衣服を買うことができます。じゃあもう少しゆっくり散歩しましょう。音楽はこの前になんか、アメリカとかいろいろな国際的な音楽は 50% だったし、ロシアからの音楽はあと 25% ぐらいと、ウクライナ語の曲もなんか 25% ぐらいありましたね。今は全然なんか、どこにもラジオにもスーパーマーケットの音楽とかショッピングの音楽にもなんかロシア語の曲を聞こえません。ただ、ウクライナ語と国際的な語は大丈夫でした。それは最近のルールだったそうです。あ、よくあるね、クリエイが。まだまだ止まっていないわけでもないですね、戦争は。今はそのゆっくり歩けるのはなんか軍人のためです。はい、これ、言われた通り国際的なザラとユーショップとか全然開いていません。今日はあまりなんか今はセリンがなくて本当に良かったです。無事にビデオを撮ることができます。でも毎日毎日セリンがなるのは、それは当然のように今当然のように感じます。でも今はセリンがなくて攻撃されていないし、本当に幸せ。普通に歩くことは可能なので、すごいすごいすごい幸せ。皆さん、私と一緒にちょっと散歩をしてありがとうございます。あ、40グリーナぐらいな道路は。
マクドナルドは閉じられています。でも8月9月に開けるニュースがあったのでそれは信じています。私あまりマクドナルド食べていないし、でも閉じられている時は本当にもっと大切にするので本当になんか一生懸命待ってます。本当に本当にチーズバーガーとか食べたいです。あ、隠しがあります。